軟体動物の話をして、無脊椎動物系をやりました。で、今日からは、脊椎動物の方の話に、入りたいと思います。これって第5回です。第5回です。第4回はありましたっけ？第4回この間やったじゃん。ほら、巻貝と二枚貝の目玉が君がだんだん言ってさ、それでミツバチまでやりました。第3回、あ、それ間違えた、すごい。それが4回です。はい、今日が5回です。はい。で、そう、ホタテ貝の目玉を調べました。すごい目玉を持ってて、僕は本当にびっくりしたんですけど、ホタテ貝の目は、だいたい平均80個、これみんな目玉なんです。上下に、最大200個だって。で、またこの目玉がすごい変わっていてですね、僕らのようなレンズガンじゃなくて、こう天体望遠鏡みたいに反射鏡に、光を最初に送り込んで、それが凸面鏡になってて、この網膜が2枚あるらしいんですね。なんか2つの画像を近目と遠目とこう両方見れるように、なった目玉を持ってるみたいで。で、もっとびっくりしたのが、この反射鏡を作っている反射板が、こういう結晶板がこう集まって、こうオーレンズにして光を集めているんですけど、なんとそれが拡散のグアニンだって。グアニンっていうのは情報を持っているだけで、それ以上の意味はない物質かと思ってたんですけれども、結晶化すると特定の光を反射するようになっていて。大体青から緑の光を反射するらしいんですけれども、彼らはそれを数十個の目玉で読んで、外界を認識して行動をとるという、とても想像できない世界だったんで、ありがとう。論文読んでびっくりしました。拡大するとこういう目玉、しっかり目玉なんですね。しっかり目玉です。それをすごい、あんまり見たことがないですね、こういうタイプの目玉、今まで。ピンホールドとかスリット型とかレンズ型っていうのはあるけど、この反射鏡型を使う目玉っていうのは初めて見て、ありがとう、勉強になりました。僕も勉強になりました。どういう目玉なのか僕もよく知らない。僕もちょっと見てね、だんだんびっくりして、こう生物って本当にすごい。なんかいつも自分たちが一番上にいるような目方でものを見てるけれども、まあ決してそうじゃないということをずっと言ってきたけれども、この映像を見てちょっととてもじゃないけど、想像できなかったんです。今日の話で、脊索動物のうち、等索動物は、ナメクジオです。微索がホヤですね。チームズあ虫んま関係言いなまいしやつですと。た。まあ、あとは反索とか、もうちょっと前のグループになります。現存するエンコールは4番見たらない。他全部。そう、本物ウナギですね。そう、ヌタウナギ、ヤスメウナギは、後で出てきますけれヌど。タウナギってあれですよね。ごくまれに、なんかバラエティ番組とかでお風呂に入れられてるやつ。あ、かもしれない。ぬるぬるのやつで、吸盤持っていて、顔だけ見ると、実際には後で出てきます。すごい。まあ、クチクラで作った歯があるんで、僕らの歯ではないんですけど、まあ、それでこうくっついて血を吸うというか、体液を吸って、あるいは血を吸うか、サメとかああいうのにくっついて、栄養素をもらってくる生き物ですけれど、最大のは口が丸いって書いてあるけど、これは無顎類です。鰓弓といって鰓板のところに、7つくらい、骨の元になる組織があるんですけれど、まあ、そこから顎を作っていくのが顎口類で、魚類はそこに入るんですけど、その前のグループで、はい、ヌタウナギとヤツメウナギが、円口類になります。だからここは、4番かな。で、そう、だから1番は1番、2番が4番ですね。3番がホックスの1から13まで揃っているんですけど、
これは素直に1番から13に向けて頭から尾っぽまで順番になっているので特に難しくはありません。番号の若いやつが頭部で、それから胸部、腹部、腰部、尾部という格好で並んでいます。したがって3番か、3は3ですね。4番、声の血液の中で赤血球ともう一つ核があるのは、僕らがないのは血小板ですけど、鳥まで血小板というのはなくて線球という、ちゃんとした細胞が、核を持った細胞が血小板の役割をしてくれています。僕らは脊髄巨核球の、細胞質がちぎれて出てくるのが血小板なので無核です。5番、動物における泌尿器の系で間違っているのはダニガリは触覚腺が、泌尿器になります。膀胱と、繊毛虫の触法じゃないですね、そう、収縮法です。そもそも繊毛虫自体動物じゃないから。動物は動物だ、原生動物だ、繊毛虫。でも分類的にはね、動物とはちょっと違うんだよね。それは偏見です。だって原生動物、原生生物の時に藻類とさ、動物系に分かれるので。動物系ではあるけど、う、どう、多細胞動物とは分類。違う、多細胞動物ではないです。動物には含まれるけど、動物界には含まれないっていう。あ、ホイタッカーの誤解で言うとね、はい、動物界、彼の定義で言えば動物界には入らないですね。そのとおり、原生動物界の方に。原生生物界の原生動物の方に入るグループになる。彼らが、そう、彼らを動物ではないって分けたところから大きな勘違いをしているのは後で分かってきます。ゲノムの進化を見ていけば、はい。それはそうだな。そう言われてみるとその通りで、5階に分けたとき、動物界、植物界、菌界と、あそこで定義したように、モネラ界を除いた残りを、原生生物界に入れて、そのうちの従属栄養グループを原生動物というふうに定義をしてきたけど、動物って何だっていう話になると、従属栄養で、独立栄養系ではないですね、従属栄養系で動いて、まあそうだね、動物界って時はその時は多細胞という条件が入りますね。多細胞。まあいいや、そうですね。はい。まあそこら辺は後で。はい。まあ定義ですからそうかもしれないです。あとはそれぞれ、腎臓系というか、排出系の組み合わせで間違えていません。昆虫は、マルピギ管、プラナリアは原腎管。魚類まで行くと腎臓になります。まあ、ただ魚類の腎臓は結構複雑で、半分造血系、骨髄の代わりをしてるんで、機能がちょっと違いますけど、ヌタウナギはそうなんですね。これは後であります。これは本当に議論したんですけど、小脳を持たないんですね。他の脳はもう完璧にできてるのに、小脳だけは、彼らは発達させなかった。これ結構難しかったよ。難しいかもしれない。そうですね。これが、ヤツメウナギになるとね、少し小脳ができ始めるんですね。胸びれと椎ひれの腹びれができて、まあ、将来手足になっていくんですけど、あれのやつが出始めると、この小脳元気にスイッチが入って、小脳を作り始める。ヌタウナギにも、実際には遺伝子もあって、小脳量っていうところが元気になるんですけど、そこのところまではできてるんですけど、その後の発達してくるところがスイッチが入らないようになっているという、ちょっと難しいですけど、像を見れば分かります。僕らから見ると本当に脳の奇形みたいに見える。軟骨魚類が海水と浸透圧を調整するためには、これは知ってるよね。アンモニアですね。アンモニア、ってことは尿素の方か。そうですね、尿素ですね。で、陸に上がってくると一時尿酸になって、まあ、僕らはまた再び尿素ですけど、そこは結構微妙ですけど、はい、軟骨魚類が止めるのは尿素です。浸透圧を高めて、海水と同じ浸透圧にするために体内の中に蓄えるので、
フカ料理とかサメの料理になると死体になっちゃうと、これが壊れてアンモニア臭がすごい匂いになってしまう。韓国料理の王庭料理にありますけど、行って王様の食う料理だって詳しくなったけど、決してうまくなかったな。アンモニア臭ばっかりで、なんでこれがうまいんだろうと思いましたけど、まあ文化の違いだろう。両生類が陸上に上がった時に利用した呼吸法は肺呼吸とそれから皮膚呼吸です。で、爬虫類まで行くともう陸上に慣れたのと鱗を作って、あんまり皮膚呼吸はもう使わなくなって完全に肺呼吸に入っていきますけど、両生類の時はまだ口蔵層のところの下に毛細血管を発達させて、肺がまだ肺胞をそんなに作らないで袋なんで、それでは足りないというので、まあ、皮膚呼吸と両方使えます。オタマジャクシからカエルに変態する過程で変化しなかったのは心臓です。あとはみんな変わっていきます。四角形も、立体心に入るし、皮膚もそういうわけで、から呼吸方法は違って、尿の排出方法も違います。アンモニアからそういう意味では、尿素の方に変えてくる格好になります。なかなかやっぱり陸に上がって結構海の中とは違う生活になって、あちこちを変えざるを得なかったということですね。ゲノムの倍数化の試みが止まったの、これちょっと、予習をしないとわからないと思います。ナメクジオが1倍体で、その後エンコウ類が7倍体とか6倍体とかいろいろ試すんですけど、甲骨魚類の普通の、魚類になってからは、ずっと僕らも、4倍体のままです。で、ただその両生類と魚類の時はまだ XY の染色体がそれほど、発現が厳しくないので、倍数体になっても子供を作れるので。何度も何度も倍数化するのを試して、肺魚が魚の中では最大で、僕らのゲノム量の30倍ぐらいの大きさのゲノムを持っています。正解どれなんですか？従って、やめるのは、爬虫類からですね。爬虫類、鳥類、哺乳類と、ここはもう倍数化をやめます。後で出てきます。ゲノムの進化ってめちゃくちゃ複雑で面白い。ということで、今日は脊索動物から、無顎類を経て脊椎動物に上がって、もう一気に、陸に上がるところまで、やっちゃいます。4番は何だっけ。4番はこういうのは5番ですね、答え。はい、それ以外はもうほとんど僕らと同じです。高塩基球も単球も高酸球も高中球もリンパ球もほとんど変わりません。昨日も携帯も線球と赤血球だけが違う。あ、そうですね。最初にそのゲノムサイズをちょっと、あまりこういう図は見ないのかもしれないんですけど、今まで話してきたやつを見ると、本来、新生細菌を一番下に書くべきだと思うけど、新生細菌にはこのくらいの、ゲノムの大きいのと小さい菌がいます。で、古細菌は今までこのくらいだったけど、この前のヘイムダルを入れる、アスガルドの古細菌とかいろいろ分かってきて、結構でかいゲノムを持って、いくつかの菌のゲノムを、吸収した、古細菌がいて、多分このヘイムダルが、真核生物に上がる。で、藻類の方はかなりゲノムでかいです。しかし、驚異的なのは、あら、またダメになった。昨日どっか他でやった時もそうだったんですね、はい、半分ダメで、なんかこの間消防訓練の時にね、全部シャットダウンしたんで、それでちょっとものによって腹筋がおかしくなってるとは言ってます、はい、でずっと気になっていたんですけど、今日はその話はしませんけど、この原生動物の中に岸貝型の大きなゲノムを持ったアメーバーがいます。興味があったら調べておきます。アメーバードゥビア、今もいるアメーバー。
僕らは 3G です。3ギガ、30億円機しかないんです、彼らは、750ギガ、僕らの200倍くらいの150倍です。いや違うな、200倍ですね、はい、のゲノムで、遺伝子も高度領域45メガですね、遺伝子として、忘れた700個くらいの遺伝子を持ってる、あ、700じゃないわ、70万です。僕らが、2万の遺伝子で、まあ単純に言うならもし僕らがこの惑星だったら多分もっと違った存在になっていたと思うんですけど、残念だけど、残念だかよかったらしない、僕らはあの時にやったように、海面まで上がる時に、持ってきたのが このくらいのあたりですかね、あの縦襟綿棒虫から来たので、非常にスマートな、ゲノムとその構造をもらって、海面に上がった。で、大体海面が大きくてもこのくらいですから、ここが 3×10 の柔道で、30億円、人間のところに上がってくるサイズが大体このあたりです。まあ、海面の多分このあたりが元になったんですけど、もし、だから逆に言うと、彼らが、集めた遺伝子から見ると、僕らはそのうちの数十分の1の遺伝子だけをもらってきた末裔になるんです、ね。だから本当にこのアメーバの全遺伝子が解明された時に、僕らが使ってないどんな遺伝子が彼らの中に書き込まれて持っているのか、多分、まあでもやらない方がいいかもしれない。知らない方が。もう僕らが自分に利用できなかった遺伝子が、あら、自分たちの遺伝子の、何十倍もあるということで、まあ、そういうことをやると、ついたり消えたりしますね。それを使ってみようという、ダメですね。人が出てくるかもしれないので、やめた方がいいかもしれないけど、まあ、そんなところです。で、その後、今日の話で、ここで、あ、出るか。ここで言うと、植物系は別として、そうですね、海面が1肺葉で、変形動物、線形動物、この辺りで3肺葉になって上がってきます。で、今日の話はここでいくと、多足類昆虫が好きで、脊索動物ですね。だからちょうど、そこの、脊索動物系、あるいはゲノム的にしては最大で、大体1ギガくらい、10億くらいの、あるいはすっきりしたやつで、それが、4倍増えて、4ギガくらいになって、まあ、僕ら3ギガですけど、30億の遺伝子ですけど。で、カエルまで、ここにあるように、三小は肺葉、両生類はもともと、というわけで何度も何度もゲノムを勝手に増やしているので、大きいやと思ったのがいますけれども、爬虫類からは、もうそれをやめて、非常に、スマートなゲノムになって、まあ、その後、もうゲノムをいじることはやめて、個々の遺伝子を重複させたり、転打させたり、いろいろな使い方をこうして、ここまで来た。まあ、特に人間の場合には神経系、特に中枢神経の発達に関しての、遺伝子を相当うまく使った格好に、特化されたというのが、特徴なので、正直言うと、今までの話が一番面白くてですね、バクテリアからどうやって真核生物になったのか、真核生物がどうやって多細胞になって、で、その多細胞が、どうやって、その今日さっきホックスが出ましたけど、どうやって前後左右、背中腹側をこう順番に開くというクロノロジカルなスイッチのオンオフ系を覚えて、その後はもう使い回しで進化してきただけなので、私的には本当はあまり ここから、まあ、人陸に上がるときに多少さっき言ったように、いろいろ使い方を変えます。そこで
少し面白い形があるけど、まあそれ以外はそんなに劇的な変化というのはなくなって、生物の進化から見ると、この間のカンブリア紀のところが多分大きな流れとすれば、どうやって原核から真核に上がって、それがどうやって多細胞になって、それがどういう形で形態形成に順度立てたか。でまあ最大の秘密はそのスイッチのオフ、眠らせるためにはメチレーションをすると、働かせるためには脱メチル化をするという、ただそれだけのシグナルを、肺発生から始めてどういうふうにスイッチのオンオフを切り替えていったかというあたりが今日の話に少しなります。したがって今日は、この間、節足動物、多足昆虫の方まで上がったところをやりましたけど、今日は、脊椎動物の経路で、魚類まで行ってそこから、陸に上がって、高温動物といわれる鳥類、爬虫類は、哺乳類は最後に、やって人に行こうと思うので、その前までです。で、一番元になるのはこの、脊索動物系になります。で、等索動物、僕が習った時っていうかごく最近までかな、脊索動物に最初にナメクジ用の等索動物が分かれて、脊椎動物はホヤが一番近いと言われていたけど、最近、ほとんど教科書は書き換わりました。どこかある、あ、こういう、これが最近の考え方ですね。共通の祖先から上がったのが等索動物で、その上に上がったのが脊椎動物に上がって、微索類はホヤの系統は、分子した枝分かれであると。だから前の教科書もみんなだいたいこう習ってきたですよね。でも形から見てもホックスから見ても、絶対にそのシークエンスが分かればナメクジ王の方が直径だろうと誰しも思うんだけど、なぜそういうことになったのかよく分かりません。おそらくまだゲノムが全部分かる前の特定の遺伝子、普通まあリボゾームとかミトコンドリアとかその辺から調べやすいので調べてくるんですけど、その類似性から言うと多分、ウニの方が近かったので、ウニじゃないホヤの方が近かったんでこういう図を描いてきたと思うんですけど、まあ、全ゲノムが分かってみると、こっちが、我々の直接の祖先の方だろうということになり始めています。で、まあ簡単にここのところだけは見ておいてください。まだここでしかし反作動物として、反作動物だって結構立派なもんだと思うんですけど、ただ、ここで、まあ、私が興味を持ったのはここの反作動物、それから無学類に至るまでですね。ここで見ると、不思議なことにでもないと思います。日本の研究が盛んなのか、例えばここの、チンウズムシっていうのは、ゼノっていうのは、ゼノトロフィックとか、ゾノトランスプランテーションって異種っていう意味ですね。同種に対して異種、アロとか自己は王と、それに対してゼノっていうのは、異なったとか違ったとか、人間でいうと外国人的な名前で、トゥーベラってこれはターボで回転する、それで珍しく、こう旋回する虫というのでチンウズムシという名前になっていると思うんですけど、なんと、学名にはジャポニカと、書いていて、これは、筑波大学のグループが見つけたグループの、チームズムシですね。で、その次のが、ギボシムシになるんですけど、これも、よくよく見てみると、バラのグロッサス、
バラノっていうのはあの陰茎の祈祷の意味です。形がちょっと似てて、あと舌に似てるのでこんな学名をもらったんだと思うんですけど、シモデエンセスってと思ってみるとこれ本当に、下田港かどうか、そこで見つけたので、これも日本ですね。でナメクジオもこの瀬戸内海です、ブロキオストーマ、ジャポニカも、エラのところに最高で口みたいに、あのそれがヤツメウナギの時は目1個に対して7つこう最高があるので目が8つに見えるのでヤツメウナギという名前になってますけど、これもまた、ジャポニカなんですね。エプタっていうのもヌタウナギも7個あるんですか？ヌタもあります。最高はみんな持ってますから。だから、まあ、7って意味なんじゃないかと。そうそう、セブンですね。トリキナエは何なのかわからん。ホタルだったんですね、これ、調べてみると。なんでホタルなのかよくわかんないんですけど、意味はそうだし。で、これやっぱり奄美で、熱海で取れたので、したがってなぜかここの。まあ、7っていうのはわからなくもないけど、なぜホタルなのかわからない。うん、ここ7つのこの点々点のが蛍みたいに見えたんですかね、よくわかんない。7つあるっていうのは、7つやるっていうのは分かってるんだけど、あの調べていってもその理由はわからなかったですね。興味があったら調べてみてください。まあということで、実はここの、魚類に行く前のあのまあ、世界中ところどころでは取れますけど、意外とこう系統だって全部ここのところが保存されているのが、この温帯の日本のあたりっていうところが非常に、面白くて、乗っけてきました。ということで、まあ、この辺は通ってもう脊索動物に行きますけど、脊索動物は、僕らも胎児の時は一旦できるんですけど、一番上のところに神経管ができてですね、その下に、脊索ができます。で最終的に、僕らの時にはこの脊索が途中までで止まってしまって、椎骨の方に変わっていきます。で、頭の方からずっと揃っているのがナメクジオで、尾っぽの方から前に向かって半分というかゆっくりできてくる方が、ホヤなので、微作動物っていう名前がついています。ただ、ホヤはホヤでまた面倒くさくてですね、ここにあるよ。幼児というか、まあ、カエルで言えばオタマジャクシの時は、実に脊椎動物に近いです、ここで見ると。見事に脊索が伸びてですね、こう、尾っぽを持って、しかし、こう、大人になるとそれがこう、口を下にして岩にゴキッとくっついて、こう体が全部こうねじれて、最後に、植物からもらってきたセルロースを動物では唯一、自分のものにして、この外の皮を作っていくので、半分植物っぽい、動物になるんですけど、あとまあこの、ホヤの大きな違いは、バナジウムをおそらく、酸素を運ぶのに使っているんじゃないかという、バンナビンという名前になってますけど、この前議論したように銅を使ったり鉄を使ったり、いろいろなものをみんな使っていくけど、少なくともバナジウムをそれに使おうとしたのは、この、ホヤだけのようです。その辺がちょっと他の動物と違いますけど、まあ、基本になるのはこの、ナメクジウオの方になります。これだとかなり、魚っぽいですね。光受容器を持つ、エラ呼吸をする、閉鎖血管まで行っちゃってヘモグロビンを運ぶ。ただし赤血球はまだ持たない。で、あと珍しいというか、ずっと僕らは胎児の時は持つこの鰓裂ですね、まあ、エラの、元みたいな。でそれが、袋になっているので才能という格好に呼ばれます。あと腸管の中では、肝毛脳で、胃袋から肛門につなげるだけではなくて、そこから、みんなよくやるんですけど、食道から膨らんできたのが、
浮き袋になりますけれども、だいたい胃から幽門にかけてこう袋を作ってきます。で、その一部がこう下に落ち込んで、肝膵臓になって、でそれでそれが肝臓と膵臓に分かれていくというような格好で、臓器を作っていきますけど、まだ肝膵臓までいかないで、肝毛嚢と、将来肝臓になるような袋という格好でできているというところですね。足りないものとすると目ないんだな、光受容器は持ってるんですから、鼻目耳に対応する構造がまだできてない。そうですね、これ耳を作っていくのには後で出てくるか、顎の骨と同じでこの鰓臼と呼ばれているエラのところにあるこの骨ではないんですけれども、細胞の塊から、どこあるかな、あ、ここにあるか、こういう形で、ヤツメウナギまで行っちゃいますけれども、無顎類が顎を作るときにはこの鰓臼の1番目は退化して2番目の鰓臼が、こいつですね、これが上顎と下顎に分かれて歯を作って、ここで初めて顎口類というあの無顎類から顎口類、顎を作って、本格的に食っていくという、特徴で、食物連鎖でも圧倒的な優位に立ちます。ここは顎がないので吸い付くだけという、円口類というのはあくまで吸盤的に吸い付いて、血を吸うという言い方をするんですけど、ここから食べると。で、ここを今度は使って、耳を作っていきます。ここにあるかな、こういう形で、この後ろにある鰓臼が骨化しながらだんだん上がっていって、最後あの三半規管の土絹とあぶみというところまで、内耳の骨まで持っていく。だからこの辺に来るともう新しく作るというより、すでにあったものをこういかにうまく使い回すかという形で、いろいろと骨を化けさせていきます。一番すごいのが亀の甲羅ですね。肋骨のあれをこう融合させてこうぐーっと折り曲げて甲羅にしてしまうようなことを、皆さんいろいろそれぞれあのね、その手を羽に変えたり、指を羽にしてみたりということを、まあ、やっていくのがうちらの進化ですけれど、まあそれは後でいいか、先に言っちゃったか、ということで、まあ本当ナメクジウオが一番基本的には原型になっています。後で、詳しく説明しから、その後、円口類無顎類に上がるんですけど、ここで見てくれると分かるとおり、ここを見るとですね、嗅球からもう鼻の方はかなり発達してきます。あの僕らはもうここは退化してしまって、鼻からのは大脳の下の離上葉というところに嗅神経としてわずかにあるのであんまり強くないんですけど、ネズミの解剖はやったですよね、1年生の時にやったよね、やらなかったっけ。そうかね、マウスの頭を開けてみるとすぐ分かりますけど、大脳半球の前にもう一個、大脳半球の4分の1くらいの大きさで脳が左右に並んでいます。それが嗅球です。彼らは匂いはものすごい強くて、この魚もそうですけど、あの大脳半球の前にほぼ大脳半球の半分くらいの大きさで嗅球という匂い専門の脳があります。そうですね、齧歯類はめちゃくちゃ強いでみんなそうですけど、鳥類に行くとそれほどではないかな、嗅球はそんなに目立たないですね。哺乳類に行くともう大脳半球が発達してくるんで、ずっとだんだん上を覆うようになって下に潜ってしまう、大脳の底部に潜ってしまうんですけど、これで見るとまあ大脳があってですね、肝の視床の部分があって、中脳があって、延髄があって
今日延髄があって脊椎に行くのでもう普通の脳ですけど、人間の子供でこう生まれてくるとこれは小脳欠損症です。この頭の延髄の上に絶対に小脳が、チューブと両用、3つのように分かれた小脳が乗るのが普通なんですけど、これは奇形ではなくて小脳がない、他全部できてるのに小脳がないというので、延々と議論をしました。詳しくはホームページの質疑応答のところに書いてあります。でまあさっき言ったように、多分まだこのヌタウナギの時にはそんなにヒレを使うことを覚えてなかったみたいで、胸びれ腹びれがほとんど発達してこなくて、ヤツメウナギの頃に、そこにスイッチが入ってでき始めると同時に、小脳が発達してきます。でまあ僕らも実際には小脳の役目っていうのは手と足のやつはちゃんともう大脳の運動量野に全部支配されていて、小脳がやってるのはそれの調節ですね。だから小脳不全になるとこうスムーズな動きができなくなって、カクとかこう震えてうまく動かなくなる格好になりますけれど、大脳支配でのモーター行きからの動きは小脳がなくてもなんとかなるんですけど、だから多分ヌタウナギの時代にはあんまりそれを必要としてなかったのかもしれませんというような話があります。あとはもうホルモン系も全部、ほとんど見事に揃い始めます。で、唯一大きく変えてきたのはこの最急のところで、顎を作るという試みになってきます。で、それはまあさらにどん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 と爬虫類、鳥類、哺乳類に至るまで、作り方を変えてだんだんとこう、顔面の、耳から三半規管をこれを利用しながら作っていって、そのために、音の伝わり方というのは僕らは鼓膜を通してここから拾いますけれども、途中の連中は、意外とこう舌音で感じたり、こう手足のとこから振動でもらったり、魚に至ってはこうヒレの方からも、音というかシグナルをもらうという格好でこう情報を集めています。この辺は解剖学的にはすごい、面白いのできっと解剖学の先生はよく話してくれる。どれがどう使われ直したかっていう。で、これの元になったのが先ほど言ったそのホメオボックスです。で、ホメオボックスっていうのはその僕らが受精卵全ゲノムを持っているわけですけれども、卵活していく間に細胞分化をして、クラゲヒドラが数十種類、僕らがだいたい200種類。それで目とか肝臓とか腎臓とか脳とかっていうのを作っていきます。で、全部を持っていた全脳のやつが分かれていく間にどうしてそういう分かれ方をするのかというのが、先ほど言ったその どの遺伝子を開いていくかということになるので、それが結局その ATGC で書かれていますけど、基本的にはだいたい発現する遺伝子の前に GC アイランドっていうんですけど、 G と C がリッチなところがあって、そこのシトシンの 7E 炭素の 7E にメチルを CH3 をつけると、それがずらずらずらっとこうメチレーションされるとその下の遺伝子は読めないというシグナルになっているんですけど、このメチルトランスフェラーゼを開発したのは僕らの祖先ではなくてバクテリアです。で、そのバクテリアがファージ、バクテリアに関するウイルスを自分、その免疫系がないので、何をしたかというと、自分の遺伝子にメチル化をくっつけてですね、むき出しでくるウイルスの遺伝子を切っちゃおうという、それが制限酵素です。生化学の実習で習ったかな。エンドヌクレアーゼっていうのは習いませんでした。核酸は5ダッシュから3ダッシュにこう並んでいて、エクソヌクレアーゼというのは片っ端から切って、端から5ダッシュ単か3ダッシュ単からこう1個ずつ核酸を切っていくんですけど、そうじゃなくて細菌が作った
防衛手段の核酸の分解酵素はパリンドロームという立体構造が、例えば A と T、G と C っていうのはペアになりますから、一本差でこう来た時にこう立体的にこうヘアピンを作るんですね。それをパリンドローム構造っていうんですけど、そこをパチンパチンパチンと切っていくエンドヌクレアーゼという酵素を作って、それでまあ防いで、自分たちの遺伝子は切らないでウイルスの遺伝子を切るという酵素を作ったんですけど、その時に使ったのがこのメチルトランスフェラーゼ、メチル化酵素です。でこれを使って、だからほとんどの受精卵の時の遺伝子はほとんどメチル化されて眠っています。で分化していくに従ってそれをほどいて、ディメチル化して、遺伝子発現をしていくということです。でこの、ディメチレーションあるいはディアセチル化ヒストンもそうですが、この酵素をどこで手に入れたかっていうのはこの間やったって、僕やらなかったか、カンブリア紀の前の、藻類が一過性にあの2回の凍結の間の温度が一気に上がった時に爆発的に増えた時に、この脱メチル化酵素をトランスポゾンにくっつけてしまって、それを生物界に広げてアメーバを含めてみんなもらったと。そこで初めて多分自分の意思ではないにせよ遺伝子を閉じたり開いたりすることが可能になって、まあ、それを今でも使って肝臓はほとんどアルブミンを作る、他の遺伝子はほとんど、まあ、でも眠らせたわけじゃないですけれど、赤血球はもうヘモグロビンだけ、水晶体はクリスタリンが9割というような格好で、各細胞に特性を持たせる格好になりました。ただそれで全部をなくしたかというとそうではなくて、ここにその各種動物共通に前と後ろ、右と左、背中と腹側というホメオボックスというホックスジーンというんですけど、それのクラスターでさっき言ったように1番から13番まで、頭から尾っぽまで並べてあって、順次こう開いて作って、こいつが開いてここができると次のシグナルに行ってここをつけてという格好になって、結局前後左右背腹は全て同じグループのホックスクラスターで書かれているという、だから多様性と共通性を使い分けれる能力を身につけたのが多分あのカンブリア紀のエディアから一気に変わった時だろうというふうに思っています。で、これが分かったホックスで、今もっと分かって、本当は分かるとだんだんどの系もそうで古くなっていってですね、おそらく海面下もヒドラの時にはプロトホックスがあっただろうということにそんなこと言われなくたって、ヒドラはこう上に触手の手があってさ、口があってお腹があって、それで下に足があって岩にくっつくんだから、常識で考えたら頭から足まであのちゃんと作ろうという設計図があるに決まってさ、今更そんなものをプロトホックスなんて言わなくたって、普通に考えればその頃からでき始めていただろうと思うんだけど、生物学者はそう考えなくてナメクジオだったんですね。でそのほやかナメクジオが戦ったうちらに来る。でまあだんだんとナメクジオのこの1番から13番いう、これがワンセット、これをまあいろいろな形でいじっていくんですけど、どういじったかというと、こういうふうにいじってですね、ナメクジオの共通祖先の時に1から13だけ1個揃えてあったんですけど、この後で出てくるかな、無顎類、あそう、今ちょうど自分たちの今の3年生今度なったらと2人で廃魚でなくて陸に上がった魚をやってるもんだから、ホックス人の、系統発生を見て調べているんですけど、ナメクジオがこう全部揃ってワンセットです。1から、まあ、通常は13までやります。ここら辺はもう欠損させてくるんで、僕らあまり使わないんで、まあ、ここからここまでを問題にしますけど、この先ほどの無顎類
彼らはかなり自由でですね、僕らも全部4倍体で、なるので、生殖体上 ABCD と 4箇所に分かれて同じのが分かれているんですけど、6倍体とか7倍体とかすごい試みて、で、まあ、僕らの直径になったのは結局、4倍体だからホールゲノムを2回、ホールゲノムダプリケーションって言うんですけども、全ゲノムを2回重複させて、我々の基礎になったというふうに考えられている。でその後は実は、いらないところを捨てていくという、だからどんどんとさっき言ったように、増やすのをやめて、いらないのを作る消していくと。それで必要になったときは重複遺伝子を重複させて、使い分けて僕らの資格のように、一旦、ロゾプシンを2つに落としてそれからまた中高生に戻って、3つに、コピーするとかイムノグロブリンの遺伝子を、G をダプリケーションして A を作るとかです、ね、そういうことを、まあ、やってくる。で、まあ、マイナーな変化で大きな変化は、ここです。一応全部のセットができて、ここで何回か重複を試して最終的に4倍体を基礎にしようという生き方をして、これを使っていろいろな形態を作ってくるということになります。ちょっと難しいかもしれない。まあ、これで、どんどんと消えていきます。で、我々が見るところ、本当を言うと、教科書的には魚からカエルに上がって、カエルからトカゲになって、トカゲから鳥と哺乳類に分かれるというんですけど、なんとなくこう、爬虫類からずっと鳥類、哺乳類にはもう文句なく、3番の C を落としただけで、ボックス人は説明できるんですけど、それ前は、シーラカンスはどうもちゃんとうまく上に上がれない感じで、廃魚からアシナシイモリ、カエルの方に行ったやつはダメで、ひょっとしてうまくいくとすると山椒魚から上がることになるのか、そうでなくても魚類から直接上がってくるのか、ちょっとかなり、まだ明らかになっていませんけど、まあ、基本はそういう形で、ゲノムはむしろ僕らの時はどんどんとすっきりさせていきます。ただ多く見えるのはジャンクと言われる、高度していない部分がレトロトランスポゾンみたいな形でこういっぱい入ってくるので、ゲノムそのものは大きく見えますけど、本当に必要な遺伝子そのものとすればむしろ刈り取っていくというのが進化になります。ちょっと矛盾に満ちています。あ、そうですね。だから基本はさっき言ったように、プロトのホークスの、グループが、1配用、2配用とこう来て、まあ、昆虫の方に行ったグループが上ですね、症状媒のグループ。下に降りてきたのが、脊椎動物の方に来た。どこに書いてたっけ？ホークス原子とクラスターの数字。いや、これは、後で載せます。というのは、これは、予習用のやつではないので、対面用に作ったので、今日帰ったらこの、ビデオと一緒にまた載っけておくので、ちょっとそっちで見てください。すいません、こっちを先に示すと試験問題が分かってしまうので、はい、ただ、忘れていけないのはですね、今いる動物で話すから、ここにあるように、無顎類からここの顎口類の軟骨魚類と硬骨魚類につながるんですけど、実はここには何億年近い差があって、間に棘皮類とか板皮類とか滅んでしまった化石にしか残っていない魚のグループがいっぱいいるので、本当はこの間に魚になる間に彼らがどういうことをしたのかというのは、本当はクエスチョンなんですね。だからもしなんかこの前も議論になったけど、化石なのでちょっと分析は難しいけど、誰かそのうちなんか化石から DNA 取り出すようなことができ出すと、教科書はまた
ゾロッと書き換えなければいけなくなるのかもしれませんけど、今のところ現存しているのはさっきの脊索動物、から円甲類、そして顎甲類の軟骨魚類と、甲骨魚類、この辺が、今まで残っているグループになります。で、顎甲類はさらにその軟骨魚類はずっとそのままです、まあ、割合、古い歴史をそのまま残してくれてるんですけど、甲骨魚類は、上記類と、肉類に分かれてで、肉類の中のこれはヒレが肉になるというのは要するに足になる、手足になる。でここの、背魚の方から、両生類、爬虫類と上がってくる。このヒレが、胸びれが手になって、腹びれが足になる。これマジモンのうなぎですね。そう、ここにあるうなぎは本物の、本物っちゃいけないですね。はい、マジモンのうなぎです。こっちはマジモンのうなぎね。あっちにあるやつは、うなぎと名前がついているけど、うなぎではない。そうですね。ちなみに、うなぎと名前についているけど、うなぎじゃないやつって他にもいるんですよね。めくらうなぎとか結構いろいろいます。はい。のがいます。昔はめくらうなぎという名前もあったけど、なんか、今ではぬたうなぎと、ね。そうそうですね。なんか差別用語だという。これ動物名だからいいんじゃないかと思うんだけど、やめて、そう、ヌタウナギに変わりました。という格好ですけど、そのさっき言ったように、うちらが今やってるのは、この上記類の、この一番最初のポリプテルスという滝類が、排魚以上の肺を持っていてですね、で、陸で飼うと歩き出すというか、平気で陸で住めるの。何の話してたの？うん、ここの、だから、この肉切類から陸に上がったと言われているけど、こっちから枝分かれした中にポリプテルス、滝類っていうのが一番最初に分かれて。あ、その仲間なんでしたっけ？アミメウナギって。いや、違います。それはね、全然別です。あ、ここには出てこない。アミメウナギは向こうの方ですね。上の、はい。無顎類の方に。はい、いや、それだ、それはヤツメウナギね。ヤツメウナギもそっちに、はい、アミメウナギは、アミメウナギは、アマギはウナギか。アミメウナギはポリプテルスとかそういうのに近かったはず。ポリプテルスに近いのはね、調べてみますね。ガーとかね、なんかチョウザメの甲骨だけど、あの辺の方に分かれてくる。うん、アミメウナギのやつ、そうですね。あの辺にまた、ね、1グループ、ここには政党の方にあまり乗ってこない。早くから分かれた、ね、グループがいるんですね。その正当報告でないグループが。それがちょっとね、気になるグループで、今やってるのは、まあ、いいです。そいつらが陸に上がることは本当になかったんだろうかというのがちょっと興味で。ただ、ゲノムから見ると、明らかに、この、シーラカンスではなくて、肺炎の方から、両生類に上がったというのが素直な感じのようです。あ、そうですね、本当だ。やっぱあのグループか。うん、このポリプテルスっていうのはね、排魚以上の肺を持っていて、この間、ネイチャーに乗ったのかな。半年間、陸に上げて飼っちゃったら、ヒレを使って歩くようになったって言って。で今調べようとしてるのは、じゃあ彼らに陸上で卵を産ませたら羊膜を作るだろうか。ハエの元気の遺伝子があって動いてることはもうすでにそこで証明されてしまったんで。で手足にできるなら最後に陸で卵を産んで羊膜取った瞬間に陸に上がってもよかったんじゃないかという話になるので、それを証明したいなというのを今学生とやってます。ちょっと話が横にずれました。という形で、まあ、一応あの上に上がってくるのは、ここのグループに、分かれて、大体、4億年から4億2千万年前くらいに、分かれてきただろうと言われています。まあ、あと陸に上がる前までの話は結構いろいろと面白い、その
糖塞類に追われて甲骨魚類がだんだんと下水から淡水まで上がってきて、塩類細胞を作って浸透圧をなんとか免れながら、その一部が、さっき言ったように浮き袋からだんだんこう肺呼吸に変えつつあって、3億7000万からちょっと後くらいですかね、イグティオステムをはじめとしておそらく陸に上がろうということをやってきますけど、その前に、魚類のちょっと免疫系だけやっておこうと思います。この前やったのはこの無脊椎動物の方の、まあ、トップにいた免疫系から言うとトップにいた、甲殻類の、まあ、特に、節足動物の中でミツバチの話をしました。かなりいい線いってる、で、こっちに来ると、細胞性免疫ではなくて液性免疫ですね。抗体が産生できるようになります。それがもう劇的な違いで。で、まあこれは今日の問題出たところで、あの立派な鳥類もそうですけど、立派な線球という結晶板に、細胞質を持って核を持った細胞になります。スロンボサイド、いう名前がついています。で、これまでの教科書だと無顎類はほとんど免疫系がまだできてなくて、魚類に至って突然、免疫系が一気に我々に近く、なるというふうに、言われていました。多くの教科書にはそう書かれています。で、数年前この、無顎類の免疫解析が始まってですね、まあ、ゲノムが分かるようになってきて、で調べていくと大体みんなそうなる。フォックスもそうですけど、調べていくとそんなピシッとこの時突然出たというわけではなくて、その前に全部準備されていたという、 こう当たり前のことになるので、多分これがナメクジオがどこまで免疫を獲得しているかというゲノムの解析に入っていくと思うんですけど、ただその一つ気をつけなきゃいけないのは、さっき言ったようにその無顎類から顎甲類の間にたくさんの本当は魚がいて滅びていっちゃってるんで、同じように脊索動物からナメクジオから無顎類に来る間の時間軸もかなりあるので、あの埋まらないかもしれないし、探していけば埋まるかもしれません。ではまあ単純に言うと、歌わないには抗体もあるし MHC もあるいう話になってですね、ここ昔のスライドをみんなマイナスにしてあったんですけどだんだん話が進んでくるとこうプラスマイナスで、ようわからんというか、元気はありましたという形になります。でこう、ヌタウナギで自己認識をしているかというと、ちゃんと自己と他者を見分けているので、自己のクローンは完全に潰されているという負の選択が働いていると。だからこの抗原提示ができるように MHC のクラス1がおそらくできているということがだんだん分かってきてですね、何が違うのかという今度話になっちゃうんですね。で、我々は免疫のところで習うか習ったと思うんですけど、バリアブルリージョン VDJ というカセットで、まあ、利根川さんが見つけてノーベル賞をもらったんですけど、V リージョンに20個くらいこうカセットが並んでいて、で、D があって J にやっぱり20個くらいがあって、それから、コンスタントリージョンを作った遺伝子群が並んでいて、そこにこうカセットでいっぱい入っていて、でそいつをこうどれを選んでくるかという順列組み合わせで一個一個のクローンを作っていくんですけど、で彼らはまだそれがなくてですね、こう染色体上にバラバラに書かれているやつを並べ直して作ってくるというところで、まあ多分どっかでトランスポゾンが入ってこのバラバラなやつを染色体上にビシビシビシとこう並べてしまったのが、魚の時だろうということになったので、そのうち教科書になると、免疫系はすでに無顎類から、できていた、ホックス人がどんどん戻っていってるのと同じように免疫系も当分は
顎のないグループの時にもう原型は全部できていましたという話になっていくだろうと思います。まあ、あと、その総論はそんなところで、ホークスを使いながら、いろいろと直していったんですけど、まあ、泌尿器系は前にやったように今日出ましたけど、収縮法ですね、淡水で水がどんどんと浸透圧が違いますから入ってくるやつを、収縮法に集めて、それをこうギュッと縮めた時に外に捨てるという格好になりますけど、このゾウリムシの収縮法で、もし興味のある人はホームページを見てくれればいいですけど、ものすごい4チャンネルを使った複雑な構造で、単細胞がここまでやるかという構造になっています。収縮法という名前がついていますけど、これの研究を見るとすごい。で、まあ、プラナリアの頃から少しこう腎臓っぽくなりますよね。この塩細胞という、ここがろ過のところ でそこからまあ尿管を通じて出してくる。まあ、これで膀胱を作れば結構立派なものになります。で、膀胱を作ったのがこの、ザリガニの類ですね。ミミズはこう面白くて、大切に分かれているんですけど、循環器系と消化器系は貫いています。でもこの腎臓の排出系は大切に1個ずつついているという、なんで腎臓をこう全部つないで捨てればいいと思うんだけど、そういう形になっていないんですね。大切1個ずつに腎臓の、腎管と排出口がついているという。で、蜂の時はこの前習ったように丸ピー管になって、まあ、子宮体みたいなのがこう枝に伸びて集めてきて、持ってくると。で、大体空を飛ぶグループは鳥もそうですけど、膀胱は作りません。そんな重いものを貯めておく必要はないので、必要がないっていうことは、できるだけ早く外に出そうという格好になってきます。で、まあ、あとはこう浸透圧をどう調節したかという問題で、僕らの体の中の体液の浸透圧は大体 0.9% くらいですね。生理的食塩水の濃度で、前に言ったように海水が大体 3.2 から 3.4% ですから、細胞そのまま塩水につければ縮んでしまいます。浸透圧吸い出されるし、淡水の中に入れれば逆に水をどんどんと入れてきて、パンクしてしまうので調節をしなきゃなんない。で、単純に最初にやったグループはバクテリアを含めて、海の中のに生きてた時は自分の、体液の浸透圧を上げるという努力をしたんで、アラニンとかグリシンとかアミノ酸ですね、あるいはナトリウムとカリウムイオンを貯めて、浸透圧を海に合わせたんですけど、その後軟骨魚類は、イオンとかアミノ酸をやめて尿素に変えます。アミノ酸、壊してきた時、アンモニアができますけど、それに、炭素と酸素をくっつけて、尿素にして、水溶性ですから、捨てると。で、甲骨尿が一旦上がって下がってきた時には、溜めないで今度はイオン調節で、水を取った後捨てるという塩類細胞という独特の細胞が出てきます。で、淡水に行ったグループはその反対で水がガバガバ入ってくるので吐き出さなきゃいけないという格好で、収縮法を使ってその後、水分排出を専門にやり始めます。この時に、腎臓がかなり腎臓としての機能を発達するようになって、その機能を持ったまま、海に戻って、いくという、まあ、その変化が、こんな格好でですね、その追われて上がって淡水に、必死で、適応してまたそれから海に戻ったグループ、またそこから淡水に上がったグループというようなことを、繰り返しながら、最後陸に上がった時にもう決定的に、水と分かれますから、今度はもう水は飲むだけと
という格好になって、体の老廃物を捨てるという腎臓の本来の機能になるけど、血圧調節から塩類調節から今まで、腎臓のところで習うと思いますけど、その機能はずっと残してあります、我々も。という話ですね。で、両生類、爬虫類に上がるときは、初めて水から離れるところで、まあ、さっき言ったように、まあ、多分等速類に追われて、だんだんと淡水に魚が上がってきて、ついに、肺を使ってヒレを手足に変えて、エラを胸腺に変えて、陸に上がる準備を始めます。だいたいこれが、4から 3.7 億年前、両生類、で、まあ問題になったのは、浮力がなくなるので大気の圧力に耐えなきゃいけない。だから、水分中の酸素ではなくて空気中の酸素を一気に吸うので呼吸器系を変えなきゃいけない。だから、第一にその浸透圧調節が全くなくなって、卵の時から、唾液との接触で、自分自身の浸透圧を整えなきゃいけないという、まあ、この問題が出てきます。で、最初にやったのが、脊椎を持っていたので、この骨格系を変えようというので、炭酸カルシウムをリン酸カルシウムに変えます、骨を。で、ここで P というのは、そのうち生化学で習ったと思います。まあ、核酸の時には必要ですし、エネルギー系の時は、だいたい3リン酸を2リン酸、1リン酸と切ってきた時に ATP を使う格好になるし、タンパクを動かす時のキナーゼ、リン酸化して動かしていくので、実はカルシウム、ナトリウム、カリウム、それぞれ必要ですけど、リンというのは結構出番が多いですね。で、まあそれを蓄積する、カルシウムもリンもどっちも必要なので、骨に溜めて、いつでも使えるようにすると。から、骨で、軟体動物と違って、大気圧に耐えなきゃいけないという形で、作っていきます。で、そのために骨の、代謝調節に、副甲状腺を使うという。で、甲状腺、副甲状腺はさっきの、最球の上のところに内中というのがあって、そいつが甲状腺に分けていきます。で、上がったのが、アカントステガ、あるいはイクティオストガという、まあ、2種類、化石では言われています。こんな格好ので、3億6700万から3億6250万、めちゃくちゃ正確な値段になってますけど。化石的にはこの時に上がっただろうというデボン紀の終わりですね。だからカンブリア、オルドビス、シルル、そしてデボンか。で、イクチオストガっていうのは、イクティスっていうのは、病原体にも出てきます。魚に感染するやつは結構イクティオっていう名前を学名でもらうやつがいますけど、魚がイクティスで、ステガっていうのは、覆いとか屋根という意味らしいんですけど、まあ、鎧のような肋骨を持った魚のような生き物という、この胸椎と、肋骨がかなり発達します。それは、魚の時と違ってこう、陸に上がるのにこう首を持ち上げなきゃならない。まあ、呼吸もそうですし、それで、ここをかなり発達させてきます。で、呼吸系で、肺に移すと。で、まあ皮膚は、まあ前は水中ではどちらかというと鱗でいくか、神秘層に溜めて鱗にするか、あるいは、粘液で覆うかということをやっていたんですけど、そこを、クチクラ層に変えてきます。からまあ四肢で歩くと、尾っぽでバランスを取るという格好で、徐々に陸に適応してくるという時代になります。で、両生類に上がった後は、まあこれはもう教科書通りで、
一番最初に分かれたのがアシナシイモリです。これが最初に分岐して、その後、カエルと、ムビ類のカエルとユービ類の三小群に分かれますけど、どっちが早いかはよく分からない。ほとんど同じ頃に、ムビ類とユービ類に分かれる格好になります。まあ、あと、冬眠したり、振動は二進房一進出ですね。それから、エラ呼吸で生きてたやつが、まあ、肺呼吸と、皮膚呼吸になるので、肺循環と体循環ができます。これをよく考えるとさ、そのうちらだって本当はそのまあ確かにもうほぼ 100% 肺呼吸だけど、この皮膚の真皮層の下の皮下式には毛細血管がいっぱい来てるんだから、もうちょっと毛細血管を真皮層から極細胞層くらいまで乗っければ十分に皮膚呼吸ができるじゃないかって気がするんですよね。なんかそのうち酸素の少ない高地とか宇宙に出ていく頃にだんだん適応すると、なんか皮膚呼吸をする人が出てきても悪くはないような気もして、いやひょっとして昔の裸族は結構それなりに長く走ったりする皮膚呼吸を使ってたんじゃないかなとか勝手に思うんだけどあのだんだん、文明化してくるとあまりその必要性はなくなってきますけど、皮膚呼吸がうんとできれば肺炎の時に結構助かる人が上がるかなとかバカなことを考えているんですけど、まあそういう格好で変わってきます。で、まあ、あの一番分かりやすいのはこのオタマジャクシ、魚の時代から大人の両生類に陸に上がった時の比較をしてみれば、陸に上がる時に何をしたかというのは分かります。皮膚はそういう形で扁平重層上皮と、角質化したケラチン化して爪とか、別の使い方をするところがありますけど、餌は肉食に変わりますね。まあ、したがって消化管は、少し短くなります。オタマジャクシは植物性だったので。から再生能力はだいぶ落ちます。から視覚系は、オタマジャクシの時は右目と左目と違う入力で、やっていますけれども、両目が前に来て、立体視ができるようになります。半交差ですね。全交差ではないですね。それから呼吸が、エラと肺だったのが肺と皮膚を使います。だから尿はアンモニアだったやつを尿素に変えると。だから皮膚エラから捨ててたやつを腎から膀胱経由で捨てる。もう我々に近いですね。心臓は変わります。だから骨は軟骨から下骨をすると。だから造血系は腎臓から骨髄に移るというので、まあ、徐々に我々の方に近い形に。しかしこれを一生の間にやるっていうのもすごい話ですね。人間から考えたら。まあ、人間もそういうふうに言うなら、お腹の中で胎児の肺で途中まではこの時代をそんなに長くはないけどやってるから、自分たちもやってはいるのか。外へ出てくる時はもう陸生の方に完全に分化しちゃいますけれども、胎生期には多少オタマジャクシ的な時がありますね。そういうふうに言うなら僕らはまだここの胎児の最初の時には最高の跡が残る格好になります。それでそう、さっき出た、我々がその一人この大好きなこのポリプテウスの好きな人がいて、これが、ポリプテウスの肺です。すごい、この体中肺です、ね。肺魚の肺はもっと可愛い、あそこら辺にどっか出てる。ラムフィッシュっていうのは肺魚ですから。で、そうですね、あの僕らの肺のように右と左がきれいに分かれた肺葉というか、ただ、残念なことにこのアンフィビアンまでほとんど機能です。肺胞に分かれなくて、リザードトカゲの時から、僕らみたいに肺をちっちゃな部屋に分けてガス交換の効率をすごく上げてい、ってもう肺だけでいいよという形になっていきます。
で、まあ、ガス交換をどんな格好でやってるかというのを見ると、オオサンショウウオの時はほとんど、皮膚呼吸ですね、あんまり肺を使ってない、一番下のかな。その後だんだんと、オタマジャクシの方もあんまりやってないか、これはエラですね、 70% の酸素の取り込みと 60% の炭酸ガスの排出が皮膚か、結構やってるな、残りがエラ、結構で、カエルが一気に変わりますね、ここで見るとね、20% の酸素の取り組みと 80% 炭酸が捨てる方を皮膚呼吸でやって、80% の酸素の取り込みと炭酸ガスの一部の排出を、肺呼吸の方に持っていくけど、それがもうどん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 と、肺呼吸側に、変わっていきます。それはさっき言ったように、その機能的な袋エアサックからだんだん肺胞のアルベオラーの方に、機能を変えていくという、なかなかこれは一つの容器の中に効率を持たせようとすると、頭もそうですけれども、同じ頭蓋骨の中に、立方体の頭を入れて これに、機能を複雑化させようとするときには何をするかというと、腸管もみんなそうで、首量を入れます、シワを入れてる、で表面積を多くしていくという能力をするんですけど、まあ、肺も同じような形でスルンペタンの袋をこう小分けをするというやり方をします。そう、それでこれはね、これはまた誰か一人この循環器系をやってた時に、肺のワニの呼吸は変わっていて、水に入ると、肺呼吸を止めるという話を、違うか、陸上では通常の肺循環をするけど、心臓の構造が違ってワニは全然違う呼吸をするっていう質問が来て、そんなことはない、二心房二心室だよって言って、調べたらホタテの目玉と同じで、いやいや必ずしもそうでないということが分かりました。で、二心房二心室という構造はその通りなんですけど、ワニは通常陸に上がってる時は肺循環と体循環と普通にやってるんですけど、心臓の、潜水する時はですね、この肺循環系を弁で止めちゃうんですね、それで体循環だけにしてしまう、構造になっているんです。だから陸にいる時に十分の酸素を吸っといて、肺呼吸だけを回す、肺呼吸じゃないわ、その勢いで体循環をさせているけど、もう水の中では肺を使わないと、まあ使っても口開いてもそんなに酸素が入ってくるわけじゃないから、ね、便で止めてしまうという呼吸法をするので、二心房二心室ですけれども、陸上にいる時と水中にいるときは循環器系を変えてしまうという意味だったということが分かったんです。ですごいなと思ったんだけど、その後よくよく考えてみると、僕らも胎児のときは肺呼吸なんかしません、肺なんか動かないので、でワニと同じことをしていてですね、ここに、ボタロシカンという両心室の間の中核のところに穴が開いていて、心室2つありますけど、実質上は1個の心室の格好で、やっていて、胎盤を通して酸素をもらうだけです。肺は全く機能しています。で、これが生まれて外へ出た瞬間に弁が開くような形で、肺呼吸を一気に始めるんで、ものすごいゲートをしてるんですね。本当のことを言って、水中にいる格好で生きてたやつが突然、陸上に上がった格好の肺呼吸に、変わるんで、あの時、口の中に入っていた羊水を吐き出させて、おぎゃーと言った時におめでとうというのはそういう意味なんです。で、たまに、人によってはこの中核欠損が残ってしまって、多分臨床で習うと思うんですけど、ファローの四兆候という臨床症状を出すのは中核欠損
あるいは、閉鎖不全症、結構な頻度で起こります。それは胎児の時に使ってたのをそのまま、塞がれないで残ったという格好でなっていて、まあ、我々はもう基本的には肺循環と胎循環を使い分けるので二心房二心室ですけど、水中に戻るというか水中の生き方をまだ選ぶやつは多少そういう使い分けをしているんだという話です。あとまあ爬虫類の特徴、3億年前に両生類から分岐したということになって、まあ先ほど言ったようにその本当にもうこれは、まあ、海に戻ったのがいるんで話がまたね複雑になりますけど、基本的にはもう、卵生で、卵は陸生に産むので、葉膜を作って、胎児は羊水で守ると。で外側に卵が置くの下に小膜で、腸管の方には栄養の卵黄のをやって、排出する方には、小尿膜の尿膜を作るという格好で、出す方も、水に溶けない尿酸に変えます。爬虫類と鳥類は、尿酸にします。ここにあるように尿素を2つ集めて、これが尿素です。アンモニアに炭酸ガスをくっつけて、アンモニアに塩基に、カルボニウムをつけて、でこいつをこう2つこうくっつけて、尿素を2つつけて、まあ、ここに、アラニンカルボ、そうですね、アラニンの出来損ないみたいな格好の1個入れて、閉じたのが尿素で、しかしこの形を見るともうほとんど、核酸の、プリン系のグループに近い格好になります。まあ、実際に、核酸を壊してくるときはこの反対系で、結構、使うので、尿素を核酸尿素系か何か代謝系がありますけど、まあそういう形にして、そうですね、僕らはそういう意味では胎盤になってお母さんの方がやるのでですね、水に溶ける尿素で排出して、お母さんの方に負荷をかけて、捨ててもらう格好になるんです。水の中のやつはアンモニア毒性ですけど、そのまま捨てれるので、アンモニアでいいよと。それで中間のやつはしょうがないので、尿素にして、さらに水につけない尿酸にして、濃縮して捨てるという、水を再吸収するという、鳥とかそういうのはみんなそうです。時間ですね。爬虫類の、まあしまった、そうか、ここでゲノムをやるはずだったんだ、忘れた。まあ来週ちょっと歩行してから、最後の鳥類哺乳類をやりたいと思います。